だってうちらの言葉の特徴でな、その、ガルとかね、カルとかっていうのあるでしょ。それはまあ植民地っていうのですよ。まあ鳥でもって、ガルフ、ガルフ、ワンか。ね、ガルド、まあ、その、張り出してるその砦をガルドっていう。その外側がその、バルドっていう。腹、日本語で腹、腹とかね。で、カルっていうのは、まあ、お城、砦のことやね。まあ、軍事拠点のこと、カル。で、じゃあ、その、ガーデンって何か。ガーデンっていうのは、まあ、庭って言うんですけど、つまり、その、外側に張り出してる、その、幼稚のことですね。で、ガルドエデンとかね。エデンっていうのは、あの、縁側のこと。軒下縁側みたいな。あれをエデン。要するにガーデンが見えるところをエデンっていうね。要するに軒下縁側のこと。中は、うちっていうね。ね。まあ、英語とかだなんちゅうかな。うち、インナー。ガーデンある人はインガーね。で、じゃあエデンチに何かと、まあ、皮膚表面ぐらいかな。そういうことやったらその対空もエデンも一緒になるし。でしょ？でも、その内臓っていうかその内臓も対空やけど、その閉鎖系の器官はエデンじゃない。それはインガー。あと循環器系はインガー。神経系もインナーなわけね。まあ、本当に対空を外側と考えていいかどうかっていうのは、それは学説次第から、対空や内臓は外側じゃないんですよって、学者が言ったら、今度はエデンじゃなくなる可能性もあります。対空、内臓はね。今のところ、まあ、生物学とか医学では、対空、内臓、要するに、お口からお尻までの、その中で、外って言われてるの、医学上は。じゃあ、エデンや。で、皮膚と同じ扱い。もちろん、あの、ビガハイとかのことを思い出してもらったら、同じ、外範囲かな。同じ発生分野、実は。だから、外って、医学者や生物学者に言ってもらってる。ね。エデンって外側、外側ってことだけど、完全な外は、ハルの腹ですね。腹とエデンとの間がクワーデン。なかったかな。で、まあ、植民地っていうのは、そのガーデン扱いっていうか、カル扱い。借りてるからな。借りれないものは払え。払わなあかんね。お支払いせなあかんし、ほんまに外的やから、あの、払わ、お払いせな、支払いかお払いかですかね。ってことになるね。で、じゃケルドベンって何か、ケルドベンの、マジで、それは、日本がひな型というふうに設定した場合には、イギリスとかその、アイルランドとかその、あの諸島な、あの一軍の諸島なんちゅうのかな。まあ、ブリトン諸島っていうかな。アイルランド含むこのブリトン諸島って。まあ、よう知らんのに、あのまとまりな。沖ノ島っぽいな形みたいだよ。で、沖ノ島もケルド軍の方がもう西やねんけどね。イギリスとアイルランドもケルド軍の方がないね。それに、ガーデンにある、あの、装置ってことね。ある種の装置。日本と対応してるのは、イギリスとアイルランドの島です。ってことは、沖ノ島。がイギリスとアイルランドを対応したのが分かった形で。その場合、日本列島どこなんですかっていうと、まあ、日本列島は日本列島じゃない。その時、日本列島大陸を表したら、どこが日本か、ちょっと中尾かなとか思ったり、あるいは新島諸島っていうの。実は日本列島の本当にミニチュア版みたいな。あの、エッチな島とか、猫が要塞をするみたいな。新島諸島。新島群とか、新島群島が、伊豆諸島にあるのかな。あれが日本列島の形してますよ。だから、新島群島、が、あの、エッチな儀式に使われてた時には、日本じゃエッチ島やったし、そのくらい戦争なかったっていうか、まあ、日本全国からね、新島にエッチ求めて若者が集まってた時は、日本は平和かつエッチな日本列島だったはずやね。まあ、台風が襲撃がして、まあ、その後どうなったか知らんけど、猫も減ったんかな。どうなったか知らんの。だから、日本列島をどのようにしたいかっていうのは、新島、次第やってんけど、ただもう、沈みます。なんでかってもう、犯されすぎたからですよ。要するに、新島の被害ってのはね、まあ、くしくもうちの
どうしてもね、創業者の、創建者の創学者っていうか、まあ、新島朝鮮ですね。まあ、平和な代わりにエロを提供してしまったわけ。要するに、まあ、女を差し出したと言えるやな。だから、平和憲法の人たち、共産党の人たちは、平和の代わりに女を差し出したっていうのを自覚してるかどうかだけど、それはもう、中国にやんをやっちゃったしなって、いうことかしら。中国にやんのに、日系朝鮮半島人なんだよ。ダメ、共産党。というか、ダメ、共産党。なんか捨てようと思った。あの人たち。嫌いの。ああいう学者は嫌い。中国にやんは日系の朝鮮人でしたって言ったら、どう答えられるの？延々うちらが侵されてるんですけど、東アジアで珍しいこういう感じのうちらが延々侵されてるんですけどって言うと、何言ってんのお前男やんけって、また言うか、お前ら滅びろ、確定やぞ。